どうもこんにちは、本田です。それでは先ほどの動画の演習問題を解いてもらいます。 x が0以上 2π 以下の範囲で関数 fx イコール cosx かける sinx プラス1の極値を求めてください。一旦一時停止ボタンを押してもらってこの問題にチャレンジしてください。3秒後に解説を始めます。お願いします。はい、ですか。そうしたら一緒に確認しよう。三角関数が来ても極値の求め方は数二微分と全く同じ考え方。まずは増減表を書いてみよう。まずは定義域の確認。今回の定義域は0以上 2π 以下だね。次に fx を微分すると f'x は左微分右そのまま足す左そのまま右微分、こうなる。この式を計算しよう。この式を展開するとこうなる。ここで cos2 乗 x を1マイナスサイン2乗 x に変形してまとめればこうなる。これを因数分解すれば f'x はマイナス2サイン x マイナス1かけるサイン x プラス1になる。そしたら f'x イコール0の時の x の値を求めよう。これは2サイン x マイナス1イコール0、またはサイン x プラス1イコール0の時だから x イコール6分の π または6分の 5π または2分の 3π になる。ということで増減表はこうなる。 f'x の符号に関しては増減表の点点点のエリアに該当する具体的な数字を f'x の式に代入して確かめよう。今回は sin x プラス1が絶対に0以上になるから符号を判定するときはマイナス2 sin x マイナス1、この部分にだけ注目して符号を判定しよう。ということで増減表より x イコール6分の 5π のとき極小値マイナス4分の3ルート3、 x イコール6分の π のとき極大値4分の3ルート3、これ答え。ちなみに y イコール fx のグラフを書くとこんな感じになる。関数がどうあれ数二微分で学んだように極値を求めるときは増減表を書いて調べよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。